はい、どうも皆さん、こんにちは。いついっです。それでは今回なんですけども、au ペン飲食店で、ポンタポイントを最大10%還元キャンペーン、GoToEat 対象のお店で利用すれば、プレミアム付き食事券との併用や、オンライン飲食予約でさらにお得ということで、ちょっと長いタイトルなんですけども、今回は、au <laughs> ペンのキャンペーン情報、プラス GoToEat に関する動画ですね。この動画では、キャンペーンの解説と、それをよりうまくですね、利用するための方法を含めて簡単に作っ っとお伝えしていいこうと思いますそれでは、行ってみましょうということで、今回お伝えする、まずは a u ペイのキャンペーンからですね、こちら、飲食店 AUPay キャンペーン対象の飲食店で AUPay で決済したら、ポンタポイント最大10%還元ということですねで。こちらのキャンペーンなんですけども、実施期間が10月の26日月曜日から11月30日の月曜日までの約1ヶ月ほどのキャンペーンとなっております。 で、このキャンペーンの対象の決済方法、主に大きく4つ分かれております。まずは AUPay のコード支払いですね。バーコードで支払うパターン。次に AUPay カードですね。これクレジットカードタイプの方。もしくは AU のオレットクレジットカードの方ですね。次に AUPay プリペイドカード。もしくは AU オレットプリペイドカード。 そして、a u イのクイックペイプラス、クイックペイ、これらが対象の決済方法となります。で、ちょっと細かいところなんですけども、公式ページからそのまま引っ張ってきました。順に見ていこうと思うんですけども、まずはここですね。対象の飲食店で AUPEY でお支払いいただくと、税込み200円ごとに20ポイント、これが10%分が還元されるということになります。まあ、場所によっては、キャンペーンの対象外のお店だったりとか、コード支払いのみの対象となる店舗もあったりします。 そして今お伝えした分、プラスアルファですね。a u ペイのクレジットカードを持っている方は、a u ペイ残高のチャージで1%分がプラスアルファ加算されます。で、次にどれぐらい使ったら上限に到達するのかというところなんですけども、1auid あたり1回の決済で最大で500ポイント、そして期間中最大で1500ポイントまでとなっております。 なので、まあ、計算すると、1回に5000円まで使ったら、1回の500ポイントに到達して、期間中トータルで1万5000円分まで利用したら、1500ポイント分がもらうことができますよということになります。で、付与されるポイントなんですけども、aupay で決済するので、ポンタポイントが付与されて、これは2021年の1月末頃までに加算されるということですので、まあ、使ったらまた忘れた頃に付与されるという感じですね。 で、次に気になるこの対象の店舗押し払い方法ということなんですけども、今出てるお店が対象のお店となります。まあ、ざっとよく見るお店であれば、もうほとんどまあ見たことあるお店が多いと思うんですけども、スシローとか上島コーヒーとかガストとか米田コーヒーも使えますね。あと、スキヤとか、はま寿司とか、吉野家とか松屋も使えましたね。まあ、最近になってモスバーガーもコード決済対応になりましたよね。で、実はですね、これだけではなくてですね、対象の店舗はまだこちらというところがあるので、ここをタップしたら、 なんと、これだけ出てくるんですよね。で、今出てるのは1ページ分の PDF なんですけども、他にも合計で182ページ分の PDF のページがあります。で、ジャンルとしたら全国チェーンのお店があったりとか、複数の都道府県にあるようなお店であったりとか、あと各県のお店というのがあります。なので僕だったら福岡県のお店とか、まあそういった感じのお店でジャンル分けでされてます。まあ結構数が多いです。なので、まあキャンペーン当日どんなちょっとキャンペーンページになるのか、もしくはね、マップで確認できる ででればすすごい便利にななりりそうなイメージでもありますねでここからなんですけども今回この auPAY の対象の飲食店10%還元というのが10月26日から11月30日までとなってるんですけども、まあ、お題にもあった通りですねこちらの GoTo e a t キャンペーンと合わせたらかなりお得だなということで今回タイトルにも入れさせていただきました でこの GoToEat キャンペーンは、ね、もう何度も僕も動画でお伝えしていると思うんですがこちら大きく分けて2つの種類がありましてプレミアム付き食事券とオンライン飲食予約ということで、まあ、実際にその auPAY とどんな風に組み合わせるのか簡単にお伝えするんですけども まずはこちらのプレミアム付き食事券の方ですね。で、今現在僕がパパッと調べる限り、プレミアム付き食事券が使える a u p 決済可能なお店をざっと挙げてみました。まあ、こんな感じですね。スキヤとか、吉野家、松屋、スシロー、はま寿司、スカイラーク、まあガストなどということで、まあ、これらのお店は今のところまあプレミアム付き食事券が使えるであろうという感じですね。 ですけども、まあ、その利用開始日、プレミアム付き食事券が使える開始日とか、その使える地域っていうのが結構場所場所によっては全然違うので、これはぜひですね、公式のホームページなので、自分が住んでる地域はいつ使えるようになるのかっていうところですね、チェックしてみてください。で、このプレミアム付き食事券を aupay で使う場合なんですけども、例えば1600円のお食事をした場合ですね、 まあその時にこの1000円分をまあプレミアム付き食事券で支払うと。で、残ったこの差額分600円を現金で決済すると。まあこれはまあ普通の使い方ですね。ちなみにこのプレミアム付き食事券については現金との併用は可能となっています。 で、今回ここを現金ではなくて aupay での決済に置き換えると。そしたら10%分の還元を受けることができまして、この場合だと差額の600円分の60ポンタポイント分がゲットすることができるということになります。まあ今これは簡単にしか計算してないので、まあ金額金額によってはね、かなりお得にできるのかなと思いますね。 ですけども、もしですね、まあ、併用する場合に関しては、まあ、事前にお店で確認をすることをお勧めします。というのも、もしかするとそのお店がね、いや、併用はできませんよ、とか、もう差額分は現金でお願いしますって言われた時は、その方法でしかできないっていう場合もあるので、これは事前に確認することが一番ベストかなと思います。以上がこのプレミアム付き食事券と AAP についてでした。次はこのオンライン飲食予約の方ですね。 で、オンライン飲食予約が使えて、さらにそこで AUP 決済ができるお店なんですけども、まあ、ざっと見る限りこの2店舗ぐらいかなという感じですかね。串カツ田中と牛角などということで、ちょっとね、数が多いので僕自身が全然調べきれてないんですけども、多分他にもかなりあるかなと思います。ですけども、この2店舗は結構ね、よく耳にするようなお店かなと思います。 で、この2店舗に関しては、オンライン飲食予約サイトとして、Yahoo Japan という Yahoo ですね。これが串、くカかつ田中と牛角にも掲載されておりました。で、オンライン飲食予約の時のね、お得な使い方ということで、これは何度かお伝えしたことあるんですけども、必ずポイントサイト経由をすると、そしてオンライン飲食予約サイトに飛んで、で、最後お店でキャッシュレス決済を行うという、まあシンプルにこのやり方であれば、かなりね、お得にポイントをもらうことができます。 で、このヤフージャパンロコなんですけども、僕自身ちょっと昨日違うお店でですね、使う機会っていうのがあったので、せっかくなのでこの使い方もぜひ見ていただければと思うんですが、このヤフージャパンロコについては、今現在2つキャンペーンがありまして、右に関してはね、ランチであれば500ポイント、ディナーであれば1000ポイントの分がもらえるということなんですが、まあ僕自身こっちを使いたかったんですよね。これ初回限定だけにはなるんですけども、 エントリーをしたら、コース予約をしたら20%分のペイペイボーナスライトがもらうことができたりとか、席のみの予約をしても初回だけにはなるんですが、1予約につきペイペイボーナスライトが1000円分もらえるキャンペーンというのが11月30日まで開催されてたので、実際に僕がこれを使ってきました。まあ、使い方なんですけども、これ先ほどお伝えした、まずはポイントサイトからなんですが、 今回ですね、こちらのチョビリッチというサイトを使わさせていただきました。というのもですね、ちょっと視聴者さんからのコメントで、こちらの方法であればお得に使えるというコメントをいただいてたので、その理由も後ほど解説します。で、まずはチョビリッチを開いたら、右上の虫眼鏡のマークがあるので、ここをタップしたら、検索するバーが出てくるので、そこで Yahoo と入れてください。で、ここで Yahoo という風に入れたら検索をかけます。 で、検索をすると Yahoo のいろんなサービスがチョビリッチ側で出てくるんですけども、そこでここに Yahoo というのがですね、500ポイントとしてあるので、ここをタップします。そしたら Yahoo につながるページが出てくるんですけども、まず見ていただきたいのはここですね、何度でも獲得可能ということですね。まあ、なんで僕がこのチョビリッチにしたかというと、視聴者さんからのコメントで、チョビリッチであれば Yahoo を使う場合、何度でもポイントを獲得することができますよということを教えていただいたので、なので今回僕はこのチョビリッチを選択しました。 で、チョビリッチ経由でヤフーロコに予約した場合、何度でも今現在であれば250円相当分のポイントをもらうことができます。これは10月23日現在なので、もしくは日によってはちょっとこのポイントとか変わってしまう場合もあるので、ここは気をつけてください。で、下のサイトに行くというところですね。早速タップしたら、ご覧のようにヤフージャパンロコの画面に切り替わります。 そして、ここの予約するというところをタップしていただくと、そして、ここでですね、日付とか人数とかのですね、フィルターをかけることができるので、ここをタップします。 そして日付が10月22日で僕一人で行くので1名で時間が18時ということでこの条件で検索するをタップしますそしたらいろいろお店が出てきたんですけどもで今回ですね僕が選択したお店はこの未来坂というお店にしましたで気をつけてほしいのは必ず今矢印にも入っているように GoToEat ポイントがもらえるそして使えるというこういったタグが入っていることをですね必ず予約する前に確認をしてくださいで実際にこのお店をタップしたらまあこの未来坂のお店の詳細の情報が出てくるので この画面から少し下に下がっていただくと、ここにですね、まあコースということで、席のみの予約とか、食事の内容を当日選ぶという項目があるので、ここで詳細予約をタップします。そうすると、いろんな情報を打ち込むところがあるので、そこを入力していって、最後にですね、GoTo イートポイントがもらえるポイントとか、あとはですね、ここで予約するときに Yahoo6 の場合はペ、PayPay ペボーナスライトが通常であれば10円相当をもらうことができる、プラス Yahoo プレミアム会員とかであれば、 プラス40円分がですね、獲得することができますので、まあ、結構ソフトバンクとか Y モバイルもしくは FA プレミアム会員の方であればちょっとお得になりますね。で、もろもろの情報が入力したら、ご覧のように予約が確定しましたという風に出ました。そしてお店に行ってきました。あまりですね、ちょっと一人で居酒屋とかに行くことはないんですけども、普通に、特にお酒は飲まず夕飯として美味しくいただきました。ホッケーが美味しかったですね。そしてお会計なんですけども、今回はですね、まあ AU ペの紹介したんですけども、この時はちょっと LINE ペを使いました。 というのもですね、LINEPay であれば5%オフの未来坂のクーポンがあったので、5%オフのクーポンを使って LINEPay 決済をして、支払いが2148円と出てるんですけども、先ほどの Yahoo! ロコの初回のボーナスがですね、1000円分があったりとか、あとは GoTo イートキャンペーンの夜の分なので、1000円分があったりとか、まあ、実質100何円分ぐらいしか払ってないのかなっていうことになるのかなと思います。 ちょっと細かい計算を出してないので申し訳ないんですけども、まあ、かなりお得に食事ができました。今お伝えした流れであれば、ポイントサイトはチョビリッチを使って、オンライン飲食予約サイトとしてヤフージャパンロコを使うと。で、最後に決済として、LINEPay でクーポンを使って決済するという流れで、3つのお得な方法で予約することができました。で、今回ね、元々は AUPay のキャンペーンでしたので、もし、まあ、先ほどお伝えした串カツ田中であったりとか、牛角がオンライン飲食予約の Yahoo Japan ロコに対応してますので、今この方 方法に加えて U p ペイの対象のお店10月26日から11月30日であればこの流れであればかなりお得に決済することもできますので。 まあぜひですね、ご自身に合った方法で、どれが一番お得なのかっていうことをですね、探してみるのも一番面白いのかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は、AUPE のキャンペーン、そして GoToEat と組み合わせでかなりお得ですよということについてお伝えさせていただきました。いや本当ね、この AUPE の飲食店のキャンペーンが発表された時に、その期間がまた絶妙にこの 26日から30日までの約1ヶ月間ということでしたので、まあ、多分そのあたりであればね、全国的にプレミアム食事券とか、あとはオンライン飲食予約サイトがさらにさらに盛り上がってる状況かなと思うので、AUP のこのキャンペーンを出してきたのはかなりうまいなというふうに思いました。ただでさえお得なのに、さらに10%上乗せできるのはめちゃくちゃお得だと思いますので、このタイミングでぜひですね、AUP デビューするのもいいのかなというふうに思います。 で先ほどお伝えした、ね、ポイントサイトのチョビリッチの登録がまだの方いらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておりますので詳細気になる方はこちらもチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました